はい、こんにちは。物欲な小屋人です。今回ワイヤレスイヤホンをご紹介いたします。ホントークのねイヤホン発売されてます。今回はエースファーストというところからのレビュー提供品でね、初めて紹介させていただくメーカーさんです。多くイヤホン紹介してきましたけどね、こちらエースファーストというところのオープンイヤー型のイヤホンなんですけれども、この形はね初めてですねというね、もうパッケージにもこのような感じでということで、外観の記載がありますけれども、今回はエースファーストからこちらエースフィットというシリーズなのかな、ネオワイヤレスイヤーバッズ FA003 というモデルご紹介いたします。このような箱に入ってまして、マグネットで横取り付けられてまして、パカッと開くタイプですね。非常にしっかりとしたパッケージングになっていると思います。で、これオープンイヤー型のイヤホンということで、耳の中に入れないタイプなんですけれども、装着方法が独特なんですよ。これまでに見たことのない新しいオープンイヤーイヤホンと言ってもいいんじゃないかなと思います。イヤーピースがあります。よくねオープンイヤーというと耳にかぶせるとかね、耳掛け式っていうのが多いんですけれども、今回このようにイヤーピースがありまして、イヤーピースがあるんだけど、こう耳の中、穴の中には入れないタイプということでね、面白い装着方法になってるんですよね。言ってみればね、半オープンイヤーイヤホンといったところでしょうか。こちら本体ですけれども、もう見てみますと、こんな感じです。ほら、面白い形してますよね。このようにイヤーサポートがあります。だけれども、こうカナル型といってね、ここに耳の中に入れるような出っ張りはありません。こう丸いね、勾玉のような、このような面白いね形をしたイヤホンになっています。今日これ装着してジムでねマシンやってきましたけれどもね、一度も落ちませんでしたね。また音もこれ結構耳に密着するタイプなので、しっかりとね伝わってくるんですよ。高音は弱いんですけれども、低音は結構迫力あってね、かなり出ているかなと思いましたので、よくあるオープンイヤーでちょっとねスカスカになり気味で無理やり低音を強調しているっていうよりは、しっかりと耳の中に音が入ってくるタイプなので、これはなかなかねいい商品だというふうに、まあ私の評価はね非常に高くなっています。で、価格なんですけれども、まあ品質もね良さそうですし、音もいいので、それなりに値段はします。それなりといってもですね、現在Amazon で 13,999 円で、クーポンが2000円ありまして 11,999 円というぐらいの、1万円ちょっと超えるぐらいの価格帯になりますので、時期によってね値段変わると思いますけれども、まあそれぐらいの価格のランクの商品だと思ってください。1万円以下のものも結構出てますけれども、やっぱりね1万円超えということで、それなりのクオリティはねしっかりとあるなというふうに感じました。ではパッケージ見ていきましょう。このようにねしっかりとした箱ありまして、このようにケースです。シースルータイプのねケースになっています。また中にイヤホンが入ってまして、あと充電はもうタイプ C ですね。もちろんタイプ A タイプ C で行いまして、そして説明書、またこのようなエースファーストが入ったポーチがついてます。これ何が入ってるかというと、先ほど紹介したイヤーサポートが入っています。このように、はい、4個入ってます。今装着されているもの、装着しているものを含めると3つの大きさがあります。大中小ですね。今私は一番大きい台を交換してつけています。もともとね中ついてたんですけれども、台の方が私の耳にはホールド感が良かったのでね、取り替えて使っているという感じです。ではまずケースから見ていきましょう。このようにホワイトです。ブラックとホワイトありまして、今回ねホワイトを提供いただきました。このような感じです。なかなかおしゃれですよね。ケースがシースルータイプになってます。このように半透明になってまして、中がね少し透けて見えるという感じです。全くねチープ感は感じません。この後ろの部分もねちょっと見にくいですけども、しっかりこう脂肪というかね凹凸が入っていまして、この樹脂の質感とか結構チープになりがちなんですけれども、何でしょうね、こうテカテカ感というかね、樹脂自体に安っぽさがあまりない。サイドにタイプ C の充電ポートがありまして、あとペアリング時のボタンですかね、こんな感じになってます。
でパカッと開けますとこんな感じでイヤホンが入ってまして、これめっちゃ取り出しやすいです。もう横にそのままこう入っているだけですので、このように上にはマグネットがありましてこうくっつく感じですね。ここランプ光ります。接点端子2点で充電するというタイプになりまして、 LR と表記があります。イヤホン本体にも分かりやすくこの LR と色でこうマークがされてますので、このまま入れるだけです。超簡単ですよね。しかも角の部分が台でもしっかり入りますので、大中小イヤー服交換してもバッチリ入ります。こんな感じ、取り出しはねほんとしやすくて、ちょっとケース自体は分厚くて若干大きめではありますけれども、このね使い勝手を考えるとね、このぐらいの大きさで十分かなと思います。はい、このようなねケースへの装着、そしてここにランプがついてまして、充電中は赤くなります。今これねもうね充電完了しますので白くなってますね。このように取り出しまして、本体も見ていきましょう。こちらがイヤホン本体です。オープンイヤータイプというのは外の音聞きながらね音楽も聞くことができるというタイプなんですけれども、よくあるのは耳掛け式ですよね。耳の上にこれ乗っけるだけですので、固定力はないんですよ普通のものは。なので耳掛け式にして落ちないようにするというものが多いんですけれども、このイヤーサポートがね本当によくできてまして、この丸い部分を耳のね穴の手前というんでしょうか、くぼんだところに入れて、なおかつこの角の部分を、この耳たぶの、ね、上のくぼみのところに当てて、さらにこの細いねこれがね結構ね押さえの役割をしてくれて、3点でね押さえてくれているという感じになりますので、このねこいつがねいい役目してくれてますね。これがないとねちょっと安定感欠けるかなっていうところあるんですけれども、このあたりね装着感結構試行錯誤してね、いろんな耳の形とかで試したんだろうなっていうのがね見え隠れしますね。また耳掛け式でないので、私のようにメガネかけている方にもねこういったタイプとてもね便利だと思います。快適に使えます。メガネのねつると耳掛けがね式のアームの部分が干渉してしまったりとすること多いですけれども、これね本当耳の上にもうポンとね装着するだけですので、ね、そういったメガネのね心配をする必要もありません。また穴の中にイヤホン入れませんので、耳の中通気性も保たれてまして、清潔にね蒸れずに使えるというのも長時間使う上ではねとてもオープンイヤータイプの利点かなと思います。ただ装着感ですけれども、最初この形慣れるまでね少し時間かかりましたね。はじめはこちら中サイズがついていましたので、このサイズの、自分に合うサイズを選んだりですね、こう耳への装着の仕方をこういろいろと、というかね、慣れるまでね少し時間かかりましたけれども、一度ね入れ方を覚えてしまえば次からは問題なく装着できるかなといったところです。で実際ねこれイヤーピースどうやって交換するのかというと、はい、こんな感じで、ここに出っ張りがありまして、ここの部分で取り外しが可能です。中にはこれドライバーかな、見えますね、このような感じになってます。これ本体もねかっこいいですよね。このようなシースルーになってまして、充電端子があって、でライトがあって、この操作部分があります。ここの部分にこの穴がありますので、イヤーピースに穴がある、もちろんこれ専用品です。他で売ってないでしょうね。これこんな感じです。これで交換してね自分の耳にフィットするイヤーサポート選んでいただければと思います。イヤーピース自体の重量はこれ 8g ということで、軽量と歌っていますけれども、よくあるね 3g、4g とかああいったものよりはやっぱりね重さは若干ありますので、少し装着しているなという感じは伝わってきます。耳にねつけた時に、さすがにね何もつけてないかのような軽量とは言いませんけれども、先ほどお伝えしたこのイヤーサポートがしっかりしているので、落ちずにね、意外にもと言ったら失礼ですけれども支えてくれています。ただジムワークとかはねやりましたけれども、激しいねランニングとかはまだねやってないので、これ汗かいた状態でランニングして、落ちないかっていうのはね気になるポイントなのでね、また試してみたいなと思ってます。またこれ周りの音が聞こえるのめっちゃ便利で、ジムとかでもね
スタッフの方と会話もできてしまいますので、ちょっとね、マシンについて聞いたりね、設定とか確認したり、そのあたり会話しながらね、これ装着したまま会話することもできましたし、パソコン等の作業をしながら、家の中の会話とか、宅配便来た時のね、インターホンとか、そのあたりも聞こえますので、音量次第ですけどね、こういったインナーイヤー型っていうのは結構メリットあるんじゃないかなと思います。イヤーピースの種類3種類ありますので、自分にフィットするサイズを見つけてください。で、操作ですけれども、タッチタイプです。この白い部分がね、全部タップできるようになってまして、非常に広いんですよ。この部分ですね。この白い部分が全部タップに対応してます。タッチ範囲広くて操作しやすいですし、よくね、これ5動作、5タップしがちなんですけれども、こういうタイプ。これ、このようにね、しっかりと側面に、こう厚みがあるタイプになってますので、持つ部分がこのタッチ部分とね干渉しないんですよ。なのでよくこう持つ部分がねタッチ部分にも重なってしまうと5タップみたいなのが起きるんですけれども、このイヤホンの場合はこう持ちますので、はい、こうするとこの白い部分には触れてないですよね。耳の位置調整とかこう持ってね、もうちょっとこっちとかねずらすんですけれども、その時にも触れずに操作できますので、また音ですけれども、このようなオープンイヤー型ってスカスカになりがちですけれども、しっかりとした音が聞こえます。 14.8mm のドライバーが入っていることで非常に低音強いですし、このイヤーサポートによりしっかりと耳に密着しますので、ある程度耳の中に、ね、ダイレクトに音も入ってくることも相まって低音強くていい音だなと思いました。ただね、高音がきらびやかな感じではありませんので、そのあたりキラキラとしたね高音域求める方には合わない音質かなと思います。コーデックは SBC と AAC 対応してます。 LDAC とかね対応して、もう少し高音域がきれいに出るとね完璧な音になるんじゃないかなと思いました。またマイクもついてるんですよ。これ会話通話もできます。しかもね、これ外側にしっかりと、これ集音マイクかな、このね金属の部分ここですね、これがね集音マイクだと思うんですけれども、このように集音マイクついていて、 ENC ノイズキャンセリングといって、この周囲のノイズを低減しながら相手にね自分の声をしっかりと伝えてくれるという、アクティブノイズキャンセリングとは違ってマイクのノイキャンですね。なので通話時騒がしいとこにいてもしっかりとそのノイズを低減して相手に伝えてくれる、マイク音質集音機能がありますので、ちょっとそのマイク音質も確認してみましょう。実際このイヤホン装着した状態で話をして、マイクでね話してスマホで録音したのをねお聞きいただきたいと思います。では今、エースファーストのエースフィットネオワイヤレスイヤーバッツ FA003 というモデルを耳に装着した状態で録音しています。マイク音質どうでしょうか？今リビングでね、テレビの音が鳴っている状況で、あとエアコンつけてるぐらいのね、そこまでうるさくない環境で話しています。オープンイヤータイプのイヤホンということで、周りの音がしっかりと聞こえながらもね、音楽が楽しめるというね、特徴を持ってますけれども、話すときもね、耳にこう、閉塞感がありませんので、とてもスムーズに話せますね。なので今テレビの音が聞こえながら話している状況になりますけれども、音質いかがでしょうか？結構大きめのね、マイクの穴がね、外についてまして、ENG といって、通話時のノイズキャンセリング。これはね、周りの音を低減させて相手に伝えるという機能がありますので、クリアにね、私の声が今録音されているのではないかなと思います。今、Bluetooth 接続でスマホに接続した状態でスマホのね、レコードアプリで録音してますけれども、通話時にもこのような音質で聞こえるかなということで想定しております。では、ちょっとね、今撮った音質をチェックして、またね、感想をお伝えしたいと思います。では今録音した音声聞いてみましたけれども、なかなかいいじゃないですか。しっかりとね、音が自然な感じで録音できています。マイク音質とノイズキャンセリングのね、度合いがいいですね。バランスが非常にいいと思います。かすかにね、テレビの音聞こえるんですけれども、これをね、完全に消し去ってしまうと、とても違和感のある音声になってしまうと思いますので、このぐらいがね、ちょうどいいかなと思いました。今もね、後ろ流れてます。ではね、もう少し大きい環境音の音をね、流してみようと思います。環境の音っておかしいですね。カフェの音というところで、パソコンからですけどね。
はい、お皿の音とかですね、ちょっとした会話みたいなところの環境ノイズ。今流れてる状態ですけれども、どうでしょうか。はい、その中でね、話したいと思いますけれども、録音の画面では、ね、全然レベル触れてないので、もしかしたらかなりね、綺麗にノイズ消えているんじゃないかなと思います。こちらがね、だいぶうるさい中でのエースファースト、エースフィットネオ、ワイヤレスイヤーバッツ FA003 のマイク音質でした。通話、もちろんのこと、まあ、会議とかでもね、使えるぐらいの音質なんじゃないかなと思いますけどね。なかなかいい、しっかりとしたマイク品質だなと思いました。参考にしてください。どうでしょうか？音質結構良くないですか？ちゃんとね、聞こえるんですよね。しかも周りの音めっちゃ消してくれてますので、うるさいところで会話もちゃんとできるというね、マイク音質になってるかと思います。いや、これ驚きですね。話す時も自分の声が耳からに聞こえますので、詰まった感じ、閉塞感がないので、とても話しやすくて、音質、そして装着感、オープンイヤータイプ、マイクもいいということで、初めてなんですけど、なかなか気に入ったメーカーというかイヤホンですね。このような感じでケースにしまいまして、バッテリー持ちですけれども、こちら10分でなんと2時間持ちます。あ、バッテリーなくなってるという時もね、10分間だけこれ入れておくと2時間持ちますので、急速充電可能ですし、このケースもバッテリー搭載しまして、このケース込みだと30時間持ちますし、単体だと8.5時間ですね。私の目安として大体8時間持ってほしいなという希望がありますので、まあ、その希望もクリアしているということで、なかなか各スペックバランス良いイヤホンに仕上がってるんじゃないかなと思います。あとですね、ワイヤレス充電も対応していますので、これワイヤレス充電器にこう乗っけるだけでね、充電が可能です。そのあたりの機能ももちろんね、抜かりなく搭載してますけれども、唯一ね、マルチペアリングがね、対応してないというか、記載がないんですよね。あと、防水性です。防水とは書いてあるんですけれども、Amazon のページに。IPX なんちゃら防水っていう、その防水の度合いがね、わからないんですよね。これ、マニュアルに書いてあるのかな？あ、書いてありましたね。IPX4 の防水ということで記載がありますね。なるほど。まあ、4なので、ある程度の運動は大丈夫そうですね。はい、ここにね、マニュアルに記載がありました。の IPX4 って書いてあります。なので汗かいたぐらいのね、水滴でしたら問題ないかと思いますし、あとに気になる日本で使うためのこちら技適マークもちゃんと番号記載ありますので、問題なく使うことができます。どうでしょう、デザイン性、そして機能性も良くて、なかなかいいですね。おすすめできるオープンイヤータイプのイヤホンだと思います。ちょっと耐久性とかね、故障どうかみたいなところはまだ使い始めたばかりなので、正直ね、分かりませんけれども、いいね、この質感と使い勝手。ということで、いかがでしたでしょうか。今回はこちら、エースファーストのエースフィットネオワイヤレスイヤーバッツ FA003 というオープンイヤー型、独特の新しい形をしたイヤーサポートタイプのイヤホン、ご紹介いたしました。気になった方ね、Amazon で販売してますので、ぜひチェックしてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。